モーションファイブ画像変形を試してみる。今日からモーションファイブで画像変形のやり方を調べて行こうと思います。まずは変形しようとする画像をモーションファイブのキャンバスに落とし込みますが、ここでは YouTube チャンネルのキャプチャー画像を使います。次にツールバーにあるカメラのマークをクリックしますと、この図のように。 3D に切り替えますかとの表示が出ますので 3D に切り替えるをクリックします次にツールバー下にはタイミングパネルがありますのでその一番下にあるキーフレームエディターのマークをクリックします